こんにちは。こんにちは。さくらです。さちかです。今日はさちかとのんびり Vlog を撮っていきたいと思います。イエイ。イエイ。それでは、よいしょ。よいしょ。おさくのコーデでーす。だからどんどん。お気に入りのポイントは何ですか？ポイントはですね、なんだろうな、結構きれいめになりそうなコーデだったので、うん、足元スニーカーとか、あとはトートバッグにしてちょっとだけ崩してみました。バランスをとってますね。こなれ感です。あ、もう素敵です。こなれ感、そっちかデート。あ、あと春だからさ、これお花柄。あ、さっきの一緒に撮ってたやつのフィルターに似てる。そうそうそう、かわいい。確かにをちょっと入れてみましょう。春感出てますね。これね、スリットがかなりね、大胆なのだ。あ、本当だ、入ってるんだ、スリット。すごい入ってる。素敵。キュート。はい、今日のさっちゃんのコーデです。ジーンズ変に折ってたまいいや。可愛いから OK です。ブラックコーデですか？は珍しいですね。今日のポイントはありますか？やっぱこのトップスがね、ちょっと透き感というか、これなんて言うんだろう、穴が開いてて、ね、穴が開いてて、で、肩のね、パフスリーブみたいになってるのがすごく可愛くてお気に入り。女の子らしいですね、うん、で、オールブラックでカバンが白だからちょうどなんかまたいい感じ。そうそう、ちょっとモノトーンコーデかな。うん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 、珍しい。そう、今日はね、お仕事だったので、うん、動きやすいジーンズと大きめのトートバッグで決めました。キラキラー。今日来てるのが、ここは有楽町のシックスバイオリエンタル、シックスバイオリエンタルっていうで、私がずっと気になってたんだよね。で、かつさちかがおすすめしてくれてて、ここのバスクチーズケーキが本当に美味しい。たまらん、飲める。飲めるの？飲める飲める。それを聞いて今日はここに来ました。楽しみ楽しみ。これはセットのサラダとスープとシェアするパンです。なんかもうこれだけで美味しいランチって感じだね。まだメインが来てないけど、ということで全部揃いました。なんだっけこれ、エンチラーダ。エンチラーダ、なんかすごいね、美味しそうだよ。エスニック系、香りがもうすごいもん。このでかいカメラをさ、操ってる私、ダイソすぎん撮り方。はい、ということで、はい、行きますよ。手手とお手手合わせて、はい、はい、いただきます。まっと、さっちゃんにいっぱい質問来たから聞いてみよう。一番多かったのが、お二人のね、仲良くなったきっかけとか、いつから仲いいですかみたいな。サークルがまず同じ で、うん、で、そこで一番最初に出会ったよね。そう、一番最初に出会って、その時はまだ私は後輩としてしか見てなかったけど、うんうんうん、質問にあったのが、いつから敬語が取れましたかみたいな。うん、一応浪人してる、浪人してるけど、うんうん、一応同じ学年だから、うん、そこが最初は難しくて、うん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 、まあ、同期の友達はみんなやっぱ先輩には敬語使うし、みんなは使うのにちょっと一人だけ使ってなかったら違和感出るし、でも2年生の同じ人は全然敬語使わなくていい、使わなくて、使わなくていいよって言ってくれてて、でそこの葛藤があったけど、どうやろ、いつの間にかね、気づいたら普通に喋ってて、さちかが1年生ぐらいの頃にはもう全然普通に喋ってて、後半ぐらいの時かな、飲食店のバイトが同じで、私が後から入った時が、うん、でそれもあったりとか、共通点が多かったよね。多くてだんだんご飯も一緒に行くようになってっていう感じ。すごい昔に全然感じない、割と。え、なんか不思議な感じ。え、私は思い出した昔に感じる。ねえ、初々しい感じの自分を思い出す。うん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 、
冬々しかったよ、さっちゃん。冬々しかったよね、うん、入学当時、本当にお嬢様だった。いや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 、お互いの好きなところ、羨ましいって思うところ、まずお互いの好きなところはなんか波長が合うところ、うんうんうん、でもなんだろう、でもさっちかといると多分似たようなお仕事をしてるのもあって、なんかいろんな話を聞いて、そう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 、面白いと思うから、ざっくばらんにできるの、そう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 、変なプライドがないというか、なんだろう、いい意味でね。だからお互いざっくばらんに話しつつ高め合える印象、うんうん、そうそうそう、だからいつもなんかさっちかと会うと頑張ろうって思う、いつもっていうところが、なんかお互いすごい、うん、かな、お互いとか言っても私は好きかな、うん、なんかすごい、うん、さちかさんとさくらさんが理想とするデートはどんな感じですか？うん、デートね、私夜景好きなの結構、わかるわかる、だからいつか大人になったらおしゃれな夜景を見渡せるようなとこでご飯とかしてみたい。あ、レストランしたいです。この間もうそれ叶っちゃったの。デートじゃなくて友達とだったけど、屋上でデートするっていうのが私の憧れだったの。もう高校3年生だからずっと牧場デートが理想だったの。そう、私地元の石川県で牧場とか、まあ、たまに行ってて、牧場のソフトクリームとかめっちゃ美味しいのよ、うんうんうん、で、まあ、乗馬とかでも利用したりとかはしてたんだけど、うん、羊受験期ぐらいから全然触ってないの、うんうん、で、もうめちゃくちゃ動物好きだから触りたくて、それでもうずっと行きたいっていうのが込み上げてたんだけど、大学生になってドライブデートとかみんなするじゃん。するね。だからマザー牧場とか行って羊触ってソフトクリーム食べて、いちご狩りなんかもついでにしちゃって、で帰りはなんか帰りにあるさ温泉行ったりとか、まあ、パーキングエリアに夜とかさえもう憧れなの。嫉妬深いですか？どうだろう、でも私割とドライに行けるタイプだと思ってる自分では。なんか私のイメージ、ちょっと思ったとしてもちょっとのことだったら言えなくて、どんどん相手がこう桜に甘え、桜の本当に甘えちゃってエスカレートしちゃうって思う。じゃあ我慢しそうと思った。我慢しそうとか、ちょっとのことは言わないじゃん。絶対言わないと思う。言わないじゃん。思っても言わないじゃん。言わないと思う。だから深く深くどうかはまだ自分でも分かってないかどうか分かんないけど、全くないわけはないと思う。じゃあまあ我慢して平常だけど、そう我慢をしちゃうタイプだと思う。なるほどね、めっちゃ分析されてた。確かどうだろう、自由に育ってきたから自由にされたいし、相手にも自由にしてほしい。自分がしたい分相手もそうしてあげたいって思ったら、だから許容範囲はさ、暗黙の了解ではあるけれども、なんかそのはっきり言ったりとかはしないかも。何歳年上まで付き合いますか？年上派なのか年下派なのかだと思う。年上か年下、同い年でもいい。今の私は22の段階だったら、そんなに年上じゃなくてもいいのかなと思う。確かにその友達の話とか聞いてた年上の人は包容力がありそうとかっていうのは聞くけど、個人的にはその人次第だと思うので、なんかでも内面ってさ、別にそんなすぐに変わるもんじゃないし、もともとそういう力がある人はあると思うし、それこそ変な話、年上でもさ、甘えん坊さんはいると思うので、だから、でも、そんなに気にならないかも。何歳上とか関係ないってことですよ。何歳下とか何歳上とかじゃなくて内面があったことだよね。ドラ恋はどうでしたか？まるまる1週間止まって、うん、最初は把握して、うん、で、また1週間ぐらい戻って東京に、で、また1週間撮影してっていう感じだった。じゃあもう本当にじゃあその期間は共同生活してるところ、なんかね、コロナの関係でやっぱり缶詰状態にしないと心配だから、っていうので
みんなギュッギュッ、あーなるほどね、そうですか、本当の恋心なんですね、やっぱり。それそうでしょう。そうなんだ。恋愛ドラマを通して本当に恋愛に発展するかっていう番組で、ね、まさにだね。じゃあ一緒に過ごすじゃん、さすがに2週間もいたらお互いの過ごしである程度は知れるから、とはいえ2週間って多分いいところしかまだ知れないの。そうか、そうだね。別にみんなの悪いところがあるとかじゃなくて、お互いのいいところしかまだ見れない期間だと思うから、そういう意味ではシェアハウスだったりとか、そういう素敵な空間用意してもらって、でみんなで頑張って素敵な人たちと出会ってっていう、その空間のマジックはめちゃくちゃあった。あ、そうだね。さらに気持ちが入りやすかったと思う。デザートタイムです。さっちゃんおすすめのバスクチーズ系、これ中がさ、真ん中の部分がさ、フロント多すぎて、フロント、フロント、おすすめのコスメ。私最近眉毛描くときに普通テイストの眉毛描くペンシルがあるんだけど、それで眉毛描いてるんだけど、マジで短時間で終わる。何がいいの？なんかね、ペンがトラのペンじゃなくて平べったいペンになってるの。平べったいけど面積横長な、はい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 、紙面、紙面みたいなやつ、紙面型のペン。そうそうそう、それがあの、まあ、こっちの先っぽだったら細長くできるし、うんうんうん、細くして、でもこっちの太いところだったらこう太い、こうすればいいじゃん、うんうん、こうやってればいいから、すごい短時間で終わるし、フェイストタッチがめちゃくちゃ良くて好きだそうです。なんか何かないや、もうイニスフリーのクッションファンデが良すぎて、あれいいね、もう毎日毎日使ってますね。あのイニスフリーのクッションファンデもそうだけど、つけるパフが300円くらいで売ってるの、あのこうなってるやつ、え、丸いやつ、まんまるの、あの2種類ありますね。あ、2種類あるんだ。それのやつが別にイニスフリーじゃなくても、なんでもめっちゃ指で馴染まないのにこれでやったらめっちゃ馴染むやんみたいな。パフ優秀だよね。すごい好き。どっちが早く結婚しますかって感じ。想像ができない、いや、さくらの方が早そうだな。うそ、うん、なんかお互いなんかさ、結婚の見通しなさすぎて心配だよね、もはや。なんかね、こんなに2人とも結婚はまだしばらくいいやみたいなさ、全然いいやってなってるの珍しいかも、ね、なかなか珍しいと思う。よく着る服のブランドは、あ、そう、ブランドで思い出した、お宅にも着てほしいんだけど、うん、初めましてブランド、サーシャ、サーシャ、サーシャっていうブランドを始めましたので、こちらもぜひチェックしてください。チェックしてね。その時しました。え、もう早くね、着るのが楽しみすぎて、おすすめ教えてたくさん、これかわいいよ、こう着たらかわいいよとか、もう随時更新していくので見てください。さくらは普段カジュアル系多いよね、うん、まあ、うさぎオンラインもすごい好きで、リリー・ブラウンもすごい好きなんだけど、割と最近ユニクロとかプチプラがすごい好きになってきて、わかるわかるわかる、自由だね。そう、ユニクロのパンツ最高だし、ユニクロ U も最高、最高、 T シャツとかね、かな、最近とりあえずユニクロあったら入っちゃうし、ザラも入っちゃうし、あとはうさぎオンライン系はもちろん。美の秘訣は何ですか？あ、これは気になる。だってさ、腹筋バキバキだったじゃん、あれさ、どうやってやったらあんなさ、腹筋バキバキになるの？1ヶ月一応体をね、作る期間というか、依頼をいただいてからそんなに期間がなかった、うんうんうん、だから、元々通ってたジムのことを考えると、まあ、大体、ゆるーく1ヶ月やってたけど、腹筋はね、ほんと1週間前とかで、なんかもう全然私それでついたっていうよりは、もともと筋肉質で着やすかった。食事制限どれぐらいしたの？すごい気になる。それあのね、ご飯抜いたりとかはせずに塩を抜いてむくみを取ってた。ってことは何を食べちゃいけないの？塩抜きダイエットって最後の1週間
だけそれを焼いてたんだけど、塩が入ってるものは全部抜いた。食べてたもん。だからハンバーグを作るにしても塩抜きで豆腐で作ったりとか。じゃあ味付けは、まあ、私はもうレモン、ポン酢も使えないもん、塩入ってたと、ねね、レモンでやったりとか。でも純粋なカレー粉だったら風味付けられるから、うん、まあ、カレー粉をつけて、まあ、カレーもあったカレーも、変わらず、本当に塩抜き。そう、すごい。塩抜きダイエットってさ、速攻性ある。あ、そうなんだ。でも、ずっとやることは厳しいですね。ダメなの、やっちゃダメだよ。ダメなんだ。1週間以上やっちゃうと、逆に次、塩を取るときに吸収しやすい体になっちゃうらしくて、ただ月に1日だけとかっていうのはすごいいいらしい。体のデトックスになるらしい。はい、ということで今日の私たちののんびり Vlog でございました、うん、楽しかったね。もうあの普通に楽しみました。ただのオフの日の私たちみたいになって、ねね、全然カメラ意識できてなかったかもしれない。どうだったでしょうか。で楽しんだ2人でした。イエーイ。ということでこの動画がいいなって思ってくださった方は、うん、グッドボタンとコメントとチャンネル登録をお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。